今日はダイソーのメランジトリコグレーを使ってまっすぐ編みの羽織物を編んでいきます。使うかぎ針は10号です。まずは作り目を編んでいきます。鎖編みが4目、1つ目の鎖編みに長編みを編みます。作り目が1回できました。次からは鎖編みが3目、先ほど編んだ長編みの頭と足の1本に針を入れて長編みを編みます。これで作り目が2回できました。もう一度鎖3目、前の2本を取って長編み、このようにして作り目が17回になるまで編んでいきます。作り目が17回できました。平置きにして46センチぐらいになっています。それではここから1段目を編んでいきます。まずは鎖1で立ち上がって編み地を裏に返します。そしてこの長編みの頭に針を入れて細編みです。こちらの細編みの頭にピンクのマーカーをつけておきます。作り目に長編みを5目編みます。この時こちらが鎖編み、この下側が長編みの足になっています。鎖編みの方に束にとって長編みを5目編みます。1、2、3、4、5、5目編めましたら次の作り目に細編みを1目編みます。そしてまた次の作り目に長編みを5目編みます。次の作り目に細編みが1、このようにして長編みが5目、細編みが1を繰り返して最後まで編んでいきます。最後まで編んでいきました。最後の作り目に長編みが5目入っています。そしてこの最初の鎖編みに細編みを1編みます。これで1段目が編めました。次は2段目鎖3目で立ち上がって鎖3つ目にマーカーをつけておきます。編み地を裏に返します。さらに鎖編みが1、そして1段目に編んだ長編み5目の真ん中の3目に細編みを編みます。端の長編みを1つ飛ばして2つ目の長編みの頭に細編み、隣に細編み、隣に細編み、これで細編みが3目編めましたので鎖編み3目、
そしてまたこの長編み5目の真ん中の3目に細編みを編みます。1つ目の長編みを飛ばして次の長編みの頭に細編み、隣にも細編み、その隣も細編みです。鎖が3、これを繰り返して最後まで編んでいきます。細編みが3、鎖が3、細編みが3、鎖が3、最後まで編んできました。細編みが3で終わっています。鎖が1、そしてこちらのピンクのマーカーの細編みの頭に長編みを編みます。これで2段目が編めました。次は3段目、こちらのマーカーを外して鎖1で立ち上がって編み地を裏に返します。長編みの頭に細編みを編みます。細編みの頭にマーカーをつけておきます。そして鎖編みが2、2段目の細編み3目の真ん中に長編みを2目編みます。1、2、鎖が2、この鎖編みを束にとって細編み、鎖が2、細編み3目の真ん中に長編みを2目、鎖が2、次の穴に細編み、鎖が2、細編みの真ん中に長編みが2、鎖が2、これを繰り返して最後まで編んでいきます。最後まで編んできました。長編みが2目、そして鎖が2、マーカーの目に細編みが1、これで3段目が編めました。次は4段目、鎖3目で立ち上がって鎖3目目にマーカーをつけておきます。編み地を裏に返します。さらに鎖編みが1、そしてこの穴に束にとって細編み、鎖が3、長編みを2目飛ばしてこの穴に細編み、鎖が3、細編みを飛ばして細編み、鎖が3、長編みを2飛ばして細編み、鎖が3、細編みを飛ばして細編み、鎖が3、これを繰り返して最後まで編んでいきます。最後まで編んできました。長編みを2飛ばして細編みを編んだところです。そして最後は鎖が1、このピンクのマーカーの細編みの頭に長編みを編みます。これで4段目が編めました。次は5段目、鎖1で立ち上がって編み地を裏に返します。ここから1段目の繰り返しになります。長編みの頭に細編みが1、マーカーをつけておきます。そして次の穴、この長編み2の上の穴に長編みを5目編みます。
次の穴に細編み、次の穴に長編みが5、このようにして繰り返し最後まで編んでいきます。こちらは4段1模様になっています。1段目の模様が編めましたらまた2段目を編みます。そして3段目、4段目、4段目が終わりましたらまた1段目、このようにして繰り返して身ごろの長さになるまで編んでいきます。こちら丸1の模様が11模様まで編んでいきました。長さは55センチぐらいになっています。これと同じものをもう1枚編んでいきます。同じものがもう1枚編めました。同じようにして作り目が25回の編み地を11模様になるまで編んでいきます。作り目が25回、丸1の模様が11模様になるまで編んでいきました。これで3枚の編み地が編み終わりました。まっすぐ編みの羽織物の前編はここまでになります。後編へと続きます。それではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。